やり先て我慢天魔ができざりや。上下どちらから読んでも同じ意味になる回文です。若林区の荒町商店街では幕末に流行ったとされる回文うちわを復活させ、荒町名物として PR しています。研修会には若林警察署の署員およそ30人が参加し、うちわを手作りしました。どんな回文を考えたのでしょうか。かっこいい国家ってなってますが、かっこいい国家、確かに回文になっています。参加者は回文のほかメッセージや標語を書き込み、オリジナルのうちわを完成させました。薬はリスク、はい、という回文にしました。子どもたちに薬の危険さ、危ないんだよっていうのを伝えたいと思いまして、これにしました。地域と警察署がまた近い距離になって、まあ、より連携して安心安全な街を、まあ、商店街も一緒に作っていけたらいいと考えてます。完成したうちわは若林警察署や管内の交番に飾り、防犯意識の向上に役立てるということです。